今日も恵比寿横丁です。ここの恵比寿横丁には21店舗のお店がぎっしり詰まってて、どこでも入れるんです。今日は牛丸、このお店をお邪魔したいと思います。ここもお母さんのお店で、もうお母さんのお店ってことだけど同じ、はい、同じお店ですね。え、はい、すごい大忙しじゃないですか。そうですよ、大変ですねここは、牛タン塩焼きとか、うん、ハラミのステーキ、うん、それが、まあ、ここは売り物なんですけどね。おすすめなんですね、はい、一番のおすすめいただきたいですよ、はい、お飲み物はいかんします。あ、どうしよう。じゃあ牛タンに合う何か飲み物、今日はグレープフルーツサワーなんかいかんですか。あ、じゃあそうします。はい、わかりました。じゃあお持ちしますので、よろしくお願いします、はい。早いな、お母さん。はい、お待ちどおさまです。こちらも、あの、毎日グレープフルーツを絞った、はい、生のやつ。生です、もちろん。あ、もう最高、はい、それが一番美味しいですよね。そうそう、美味しいです。生のグレープフルーツ、もう果肉もいっぱい入ってる。いっぱい入ってますね。そう、あの、変な甘みがここに残んなくていいですね。そうです、そうです。今、牛タン焼いてきますからね、ちょっと召し上がっててください。ありがとうございます、はい。すぐにちょっとよ、ほろ酔いです。やっぱりこれも熱々を召し上がって、熱々を召し、ちょっとね、はい、お好みですから、レモンをちょっとこっちかけてどうぞ。うわ、すごい、ネギどっさりでね、え、もうすごい、はい、おいしそう、はい、召し上がってください。いただきます。口きけないですよね。変な臭みがなくてすごく美味しいです。私これ好きかも。美味しい。実はここのカウンターで食べていても違うお店で何か食べたいなって思った時、実はデリバー、出前ができるんですよ。ちょっと私もそれやってみたいなと思います。あっちにね、気になるお店があったんで、ちょっといいですか？お母さん、ちょっと出前頼んできますね。はい、はい、いらっしゃい。どうぞ。すいません、ちょっと出前をお願いします。はい、全然いい。いいですか？ここのおすすめ料理って何でしょう？キノコ屋なんで、はい、キノコが全面にある。今だって旬ですもんね。そうですね。何生で食べるキノコ。キノコポン酢。欲しいかな？キノコポン酢。はい。本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。あ、来た来た来た、ありがとうございます。出前ありがとうございます。美味しそう、ほら見て、すごい綺麗、もりもり食べられそうな感じ。いただきます。うん、うん、きのこ甘い、大根おろしが入ってる、さっぱり美味しい。いろんな美味しいものがいっぺんに一箇所で食べられるんです。お酒も楽しめるところですよ。